角三十一倍数の表し方倍数ってわけわかんないよね二倍何々だとか三倍何々だ四倍何々だ五倍何々だ六倍何々だ止めてうんっていう話ですですのでねあずあずの前に二倍三倍四倍五倍六倍七倍八まあ、止めるんですけどっていう形になりますんでよろしくお願いしますスタートです。 例題です問題はこちらドン次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい2つ用意しましたこの建物は東京タワーの2倍の高さだ新しい教室は昔よりも3倍広いですはい。ですからね東京タワーと比べて2倍新しい教室は昔の教室と比べて3倍この表現をあずあずの前に置くんですそれだけ 2倍っていうのはトワイスこれ基本形ですもちろんさ日本語だとダブルとかが多いよね。ラーメンのダブルでとかねアイスクリーム屋さんでダブルでとかね。で3倍っていうのは3 times 4倍とかの場合は4 times5 times って増えていくだけはいじゃあもうこれでねポイント終わっちゃったんだけれどもまあ皆さん確認しましょうよ。 それじゃあ t ケ s point こちら倍数の表し方 twice as 点々点 as 何々などです。はいこちらご覧ください。もうさっき終わっちゃったって言った通りで、as 何々 as 点々点 as 何々でこれで1倍でしょ ?1 倍同じでしょそれに twice っていうのを乗っけるとほにゃららの2倍点々点だ。で3倍の場合は3 t i m e 4倍の場合は4 t i m e five times、six times というふうに増やしていけばいいの。じゃあ先生まさか100倍は hundred times as ten as ということになります。で一つだけ注意点は絶対に as as ね一個目がそうに変わることはないからね絶対に as as、絶対に as as、絶対に as as ということがポイントです。大事なことなので三回言ったからね。あとは前に何倍って乗ければいいわけです。 よしじゃあ問題に戻るよ。はい。というわけで、この建物は東京タワーの2倍の高さだ。はい。それでは、TWICE だけに職名、ね、2つ書くと書ききれないから。This building is twice as tall as Tokyo Tower。はい。このようになります。The building is twice as tall as Tokyo Tower. もちろん double as tall as Tokyo Tower. でも OK です。そして下、新しい教室。The new classroom is 昔よりも the old one よりも3倍広い。High three times as large as the old one って感じ。で、まあ教室の幅 だったらワイドっていうことだけどまあ広いとは言ってるけどさ幅だけじゃなくてね奥行きとかも全部だと思うのでラージの方がより良いかなただねあの辞書的に広いっていえばワイドなのど,どちらでも結構ですそれよりも今回のポイントはねこの3 times っていうことを言いたいわけなんでねはいきちんと分かっていただけたでしょうかねトゥーアイスで2倍ということこれがつかないと同じぐらい言うならば1倍。 トゥワイスがつくと二かける一で二倍、ね三倍かける一であ三かける一で三倍こういう形になるわけです。はいということで今回の振り返りティーケーズポイントこちら倍数の表し方です。でまずアズ何々アズということですがこの倍数表現何倍というときにはですね。 えそのまんま、あずあずのまんまです。そうあずには変えません。2倍の場合は、トゥワイスまたはダブル。トゥワイスあず何々ア、アね。で、3倍の場合は、リ times あず何々、アズ。4 times アズ何々、4倍。5倍だったら、イ times。6倍だったら、6 times。ね。あれ道順がわからない。地図を見るときには、それ違うね。ナビタイムズとか関係ないですね。ということで、2倍。 3倍4倍5倍6倍ずらっと増えていくということですポイント簡単だね